6月5日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に注目したい事柄、トピックスをお伝えします。6月4日のハイライト。ウクライナ軍はザポリージャ州で局地的な反撃に出ています。その際に戦車同士の戦車戦も行われており、戦車戦の映像も公開されています。またウクライナ軍はバフムト市内でも反撃を開始しています。詳しくは戦況報告でお伝えします。天候に関する報告。2023年6月4日から5日、ウクライナ全土、曇り。最高気温は23度。北からの風毎秒4から9メートル。火曜日、6月6日、ウクライナ全土、晴れ時々曇り。最高気温24度。水曜日から金曜日、6月7日から9日、東部及び南部、晴れ時々曇り。西部及び北部、雨。最高気温27度。東部と南部は良い天気が続きますが、西部と北部は明日以降は崩れます。ロシア側での爆発、炎上。4日、メリトポリ市長のイワン・フェドロフは、メリトポリ南部のヤキムフカで爆発があったと報告しています。ウクライナ軍はザポリージャ州の南側、ロシア軍の後方基地や兵隊関連施設を攻撃し続けています。わかりにくい写真で恐縮ですが、ベルゴロド州の発電施設で火災が発生しています。火災の原因はドローンによる空爆だとベルゴロド州知事が発表しています。ベルゴロドはウクライナ側にかなり叩かれていますが、ロシア軍は有効な防御手段を講じきれておらず、ドローンは飛び回り、親ウクライナ派は砲撃や地上部隊による攻撃を行うわでかなり荒れてきており、民心が動揺しているのは間違いありません。爆発や火災の映像はないのですが、ロシア領内クルスク州の一部で電気が使えない状態となっており、発電所が攻撃を受け損傷したために電力供給が止まっているとクルスクの地元メディアが報じているようです。クルスク州も国境に接している州であり、先日からドローンによる攻撃が行われているようですが、この地域は映像や画像が出てきません。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数470名、7日間平均477名となっており、前日より減少しています。地上装備の損失は63台、5400万ドル相当と推定されており、7日間平均の損失台数は56台で、前日の3分の2程度に減少しているものの、高めの数値で推移しています。4日も全体の3分の1を砲が占めており、ウクライナ軍の対砲兵戦は継続されています。空爆に関する報告。ロシア軍の空爆回数は前日に比べると激減しています。雲は多いですが、天候はそれほど悪くありませんので、天候以外の要因があると思われます。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの7回、対空関連目標2回、砲兵陣地7回、その他の目標に1回の、計17回実施されました。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズによる攻撃は、対空関連目標6回、砲兵陣地3回、倉庫、弾薬庫などで1回、
式序1回の計11回実施されました。次に戦況について戦況図を使ってご説明します。ハルキウ市方面、ベルゴロドのノバヤタボルジャンカでは戦闘が続いており、ロシア軍は囚人で編成された500名の部隊を増援としてノバヤタボルジャンカに送ったようですが、ウクライナ側の砲撃で即100名以上の死傷者を出したようで、反撃は失敗に終わっています。ノバヤタボルジャンカでの市街戦の様子です。親ウクライナ派の部隊が町に浸透していますが、ロシア軍はこれらの部隊を追い出すことができず苦戦しているようです。ベルゴロド州では他にも地上部隊の戦闘が起きているようで、戦況図だと左上のギリギリのところになりますが、スタロセリエという国境の町になります。ウクライナ領のハラボフスクから親ウクライナ派が越境した模様です。まだ映像等の情報がありませんので、入り次第に公開します。クピャンスク方面、ロシア軍は4日もマシティフカ、シンキフカ付近で攻撃を行っており、ウクライナ軍と戦闘になっています。ロシア軍は攻撃を行っているものの前進できておらず、ウクライナ軍は防衛に成功しています。スバトバ方面、ロシア軍は4日もノボサリフカ方向に攻撃を行っているようですが、ウクライナ軍に撃退されています。ロシア軍は3日に失った陣地を取り返そうとしたようですが失敗しています。クレミンナ方面、ロシア軍は4日もマキイウカ方向に攻撃を行っていますが、4日もウクライナ軍の陣地を突破できず撃退されています。シベリスク・リシチャンスク方面、ロシア軍は4日もビロホリフカとその付近で攻撃を続行しており、ウクライナ軍との間で激しい戦闘となっています。しかしウクライナ軍の陣地や防御網を突破することはできず撃退され続けています。スピルネに対しても連日攻撃を行っていますが、毎回撃退されており、こちらでもロシア軍は前進できていません。東部バフムト、アルチェモスク方面、バフムト市内およびその周辺の戦況です。郊外の北西側ではロシア軍の攻撃は行われず、ウクライナ軍の反撃については情報が全く入ってきていません。ウクライナ軍はバフムト市内南西の橋頭保から反撃を開始しており、橋頭保近くのロシア軍陣地を奪還することに成功しています。バフムト市内からワグナーの部隊が撤退して、ロシア空挺軍と入れ替えが行われていますが、その入れ替えのタイミングに乗じて反撃に出たものと思われます。バフムトの南、クリシチウカ付近では戦闘が続いています。今日も第3突撃旅団の映像が手に入りましたので
ご覧ください。この付近では激しい戦闘が続いています。ロシアの情報では、ロシア軍は4日にウクライナ軍を押し戻すことに成功し、ウクライナ軍を運河まで後退させたと主張していますが、映像などの視覚的に主張を確認できるものはありません。東部ドネツク市方面北側、この付近ではロシア軍の攻撃もウクライナ軍の反撃に関する情報もありませんでした。東部ドネツク市方面南側、マリンカでは4日もかなり激しい戦闘が市内と郊外で行われています。4日のマリンカでの戦闘の様子を撮影した映像がありますのでご覧ください。ロシア軍はチェチェンの部隊を市郊外の北側に投入しており、チェチェン軍は市郊外の北側を西に向かって攻撃を続けています。一部でウクライナ軍の陣地が奪われ、チェチェン軍がマリンカ北西のダム付近まで前進したという情報がありますが、現時点で確認できていません。ダムは戦況図に黒の丸で囲った場所にあります。ロシア軍はここ数日かなり激しくマリンカを攻撃しており、何としても攻略しようという意思が感じられるようになりました。今までのダラダラとした攻撃から随分変わりました。指揮官が変わったのでしょうか。戦況図には入っていませんが、海側にあるマリウポリ市では4日もロシア軍の防空活動が活発に行われており、ウクライナ軍の遠距離攻撃が行われている可能性があります。南部ザポリージャ州方面、昨日動画で第一報として触れましたが、詳細が分からず、戦況図に反映させなかったザポリージャ州でのウクライナ軍の反撃状況が分かりましたのでお伝えします。局地的ではありますが、ウクライナ軍の反撃作戦は実際に始まっていました。ウクライナ軍はベリカノボシルカの南西で機甲・機械化部隊による反撃を開始しています。ウクライナ軍はベリカノボシルカの南にあるネスクチネを奪還することに成功しており、さらに前進を続けストロジネに向かい、ストロジネでは市街に到達したようです。ストロジネ付近で激しい戦闘となっています。ウクライナ軍はストロジネの西側の攻撃軸でもロシア軍の陣地を突破して前進しており、リビノピリに迫っています。ロシア軍はこのリビノピリの北側で郊外最後の陣地にこもって抵抗しており、ウクライナ軍はまだリビノピリの町に侵入できていません。さらにその西の軸でもウクライナ軍はロシア軍の陣地を突破してノボダリウカを奪還することに成功しています。3日から始まっていたこの方面の攻撃でウクライナ軍はロシア軍の前方陣地をすべて突破して2つの町を奪還しています。ロシア軍も4日になって機甲部隊を出して失った町と陣地を取り戻そうとしており、戦車同士の戦車戦も行われた模様です。今ご覧いただいている映像は
ノボダリウカ付近で行われた戦車戦の様子をドローンが撮影した映像です。手前側がウクライナ軍戦車、奥側で爆発炎上しているのがロシア軍戦車となります。映像を見る限り戦車戦ではロシア軍が少なくとも1両の戦車を失っています。ロシア軍の攻撃は現在の時点で全て失敗に終わっており、ウクライナ軍は奪還した拠点を中心に防御を固めつつ攻勢を行っています。南部ヘルソン州方面。ヘルソン州ドニエプル川東岸、ロシア占領地では連日、ウクライナ軍による激しい砲撃が行われています。ロシア軍の弾薬庫や陣地が精密砲撃で打撃を受けています。一方のロシア軍もヘルソン市内に向けて砲撃を行っており、4日は市内の中心部で大きな爆発が起きたようで、ヘルソン市の市民に被害が出ています。なんで市民を的にするのでしょうか。誰が見ても国際法違反で国際社会から批判されるのは分かってると思いますが、やめません。次に注目したい事柄です。カディロフ首長はプーチン大統領にベルホロド地方にチェチェン人部隊を派遣するよう訴えたようです。カディロフ首長はさらに、民間人やインフラに影響を与えずに、ロシア領内のギャングを排除するには、特別な知識と訓練が必要である。ここでは軍事的な経験だけでなく、反テロリズムの経験も必要だ、とも述べたようです。カディロフ首長は、プーチン大統領へのアピールを続けていますが、プーチン大統領としては、自国領土内で戦闘が起きており、侵入した反政府勢力を追い出せていない事実はできるだけ伏せておきたいのでしょうが、カディロフ首長は過ぎたアピールで騒ぎ立てており、なかなか空気が読めない人のようです。チェチェン軍も開戦以来ウクライナに兵を送ってかなりの死傷者を出していますが、首長はまだまだやる気なようで全く懲りていません。ウクライナ国防省はイメージ映像を作り、ウクライナ国内での部隊の動きを SNS などで流さないように国民に訴えています。こちらがその映像になります。ウクライナ軍の本格的な反転攻勢が始まろうとしているのだと思われます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。